はい、どうも、優しいお兄さんです。今回はね、お兄さんのテントサンシェードをね購入したんだ。そのねサンシェードを紹介したいなって思ったんでね、これいいもんだよと、お兄さん感動したんでね、これテントにし、テントサンシェードにしちゃお安いんで、これもしね購入できるようであればね、野外でシェード張って、公園とかね、あとは海とかね、あとプール、広いプールとかね、こういうサンシェード張れるようなそんなところで遊ぶ予定があるよっちゅう人に対してね、お兄さんのご紹介をね、していければなって思って今動画撮ろうとしてますね。でそしたらね、じゃあ商品何かっていうところで、一旦画面出しますね。でお兄さん今回の動画もねニュースをかけたりとかそういうのないんで、これ、お兄さんのよく使ってるブラウザが Firefox って言います。無料のソフトブラウザです。お兄さんと同じもんがいいつんであればこれね、ぜひゲットしていただいて、で、左の方に出てますけれども ALSS の003っていうのがねお兄さん買ったやつ、これねAmazon 今開いてますけれども、お兄さん Google で検索するんでね、これ Google AS、ALSS の003ね、これで検索するとこういう感じになっから、そうするとね、在庫処分セール品 UV カット 2way ね、サンシェード置き替えテント、そうなんですよ、これねいいんだよ。まずねこれちょっとこう、ちっちゃいかもしんないけどね、クリックすればいいか。こういう見てくれなんだけれどもね、お兄さんも黄色いのも購入してさっき届きました。で、早速ね、やってみたんだけどね、これね、10秒程度でね、説明書見なくても普通にいけます。やり方としてはね、立てます。最初しぼんでんだけどね、広げて、立てます。で、引っ張ります。で、こことここ離れてるからさ、これガッチャンコします。ガチャンって。はい、できます。で、終わるときはね、これをこう逆に引き剥がして、下ろしてって、で、これ畳むだけでこう、終わりますよ、みたいなね。で、さらにね、特筆すべき点はね、これペローンってこう、下、ベロが出てますけれども、ファスナーでね、締められるんだよ。しかもね、これ、内と外からね、締められるからね。で、さらにね、この中の方ね、これビリってこう、マジックテープを外すとね、窓がね、外れるんで、こうペロンってね。で、メッシュでね、ガードされてるんで。で、さらにそのメッシュはね、外から見たらスッケスケなんでね、そのあたりは、考慮して、こう、タオル中に固定するなりね、すりゃいいんじゃねえかなって思いますね。ほら、これパクパクってね、こうやって開くわけよ。だから、この中で着替えとかね、ちなみに砂袋は本体にその、ペロンってこう出てます。ここと後ろかな。あとね、ちっちゃい袋に入ってペグもこうついてくるんで、こう何本かね。で、この辺刺してこう固定したりとか、すりゃいいんじゃねえかなって。結構窓もでかいしね。で、中にちっちゃいバッグもついてるし、あとこういうフックもついてるんでね。LED のライトをこうぶら下げるとかしてもいいんじゃないかい。で、これ大人ね、川の字になってね、この人の細身だね、細身でいくと1、2、3、4人くらいはこう、仰向けで寝られるかなと。で、中入ってこうやるんであれば、大人2人くらいがね、あぐらかいて座れるかな。家族連れだったら、父ちゃん、母ちゃん、子供2人くらいは入れるのかなって感じするね。で、こういうテーブルとかやるやさ。いいんじゃないかい。つうことでね、お兄さんね、実際に買ったよっつ、証拠じゃあ、証拠ね、写真出していこうかなって思ってね。じゃあ、行くね。まずね、最近のね、お兄さんちのね、これなんだこれ、画像ひっくり返ってんだ。これ、なんだ、どうすりゃいいんだこれ。こう。お、いいね。
これ一旦ちょっとちっちゃくすね。ちっちゃくして、これあのお兄さんちの、野獣さんね、うん、野獣さん今こういう状況です。これあの お兄さんちの野獣さんのテリトリーね、まあ、これピョーンって出てきて、まあ、こういう感じ。これ夜の12時とかそんくらいなんだけどね、うん、で、アマゾンプライムセールだっけ、あれでね、豚の毛の串買ったらさ、すげえこう手触りが良くなったんだよね。やっぱね、あの獣の毛でね作られた串、これあのね、やっぱ素晴らしいね、手触り今全然違う。あのふわふわじゃなくてね、ほわほわになったね。ふわふわしてる、ふわふわ。うん、まあまあ置いといて、これね、なんで逆さまなんだろうね。これさ、ブラウザにさ、ペッてやればさ、あの、映んねえかな。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ね、お兄さん一発撮りなんでね。あ、いいじゃん。ほら、これ。OK、OK。そしたらね、これ消して、これして、じゃあこれピョーンってやろうね。うん。で、ここにね、あの、お兄さんちの野獣さんの写真をこう乗っけてね。まあ、こういう感じで届きます。e スポーツさんっつうね、店から買ったんだけれどもね、梱包はこんな感じ。ね。んで、来ましたと。んで、まあ、中身はこういう感じだよと。これね、長さだいたい、まあ、100センチから90センチくらいだね。で、まあ、こういう感じですよと。うん。でさ、これあの、こっちとさ、こっちを開けてんのよ。なんぜか。まあ開けたかっていうとね、あの野獣さんのトンネルにしようかと思って、そしたらヒュンヒュンってこうね、あの走って遊べるかなって思ってね、うん、でまあ開けたところはまあこういう感じになってんだね、うん、で次行くね、まあ長さ、まあ長さの前にね、これあのちゃんと肩にかける、まあ、バンドついてるけど、ここね、この接合点弱そうです。なんで、うん、まあ、不安な人はね、ここにバンド一つつけて、ゴムバンドもう一個つけて、で、固定して、さらにこういうのつけて、っていう風にすれば、ま、安全かな。で、お兄さんのバイクにくくりつけようと思ったんだけど、ちょっと長すぎるね、これね。うん。でね、これ長さ。ま、だいたい100センチくらいかな。うん。なんで、女の子が持つには、ま、ちょっと、厳しいかもしれないね。やっぱメンズ持たなきゃいけないね。で、中袋開けるとさ、あのペグっていうのかい、これ釘みたいなのが入ってます。1、2、3、4、5、6本か。うん。で、これあのまあ、お兄さんね、例えばでっけ公園とか行くこともあろうと思うし、海もあろうと思うし、プールもあろうと思うんで、これ買いましたね。で、キンキンではね、プールで使おうと思ってるんで、これあの、まあ、持っていかねえけどさ。うん。でね、驚くべきのはね、さっきの袋あるじゃん。これにさ、あの、説明書がね、縫い付けられてんのよ。これ大きいよね。もしなんか忘れちゃったな、なんだっけ、つう時にはさ、これ見てね、バッグ持っていかないってことまずないだろうから。うん。バッグにくくりつけられてるっていうのはありがたいね。んじゃ、次行くね。で、取り出しましたと。取り出したらこういう感じのお色になってます。まあ、いわゆる、ここだよね。この部分。この床のとこね。んで、まあ、ベローンってなってますよと。で、あ、ちなみにこれね、これ亀の餌です。お兄さん亀も飼ってます。で、これあの、クエン酸です。うん。あの、野獣さんのおしっこを拭くときとかね、あの、トイレ掃除のときに、このクエン酸シューシューってやって、まあいいや、それ置いといて。はい、次。うん、これお兄さんのお部屋ね。あの、建てました。ね。まあ、今、あの、この状況です。ね。建てた状況。で、ここからね、あの、早いんだよ。もうできちゃったんだよね。で、まあ、大きさの比較というか、なんというかね。これで100センチだから大体。まあ、2メートルくらいあんじゃねえのかな、この一番長いところで。で、奥のところはまあ、そうね、120センチ、30センチくらいなのかな。うん、そうだね。うん。あ、で、ちなみにこれトレビーノね。お兄さんトレビーノも買ったんだよ。これいいよ、マジで。これね、あの、また動画撮ろうかなって思って。んで、まあ、お兄さん部屋でテントを広げ、まあ、実際ね、ここ。
ここね、結構力いるから。これね、この部分。こう、ガチャコンって、ここと、ここに接合部分があるんですけど、これを引き寄せて、パコンってはめるのよ。パコンってはめる、これがね、結構硬いからね、入るときはいいんだけど、これ抜くときにね、結構力いるから、これあの、このままの状況で、引き剥がすっていうのは結構厳しい。片付けるときは、テント自体を横に向けて、で、思いっきりあの、引く動作をした方がいいね。引く、もしくは引き剥がす動作。うん。これパコーンってはめっしょ。で、これのフック、テントのやつ、ここ、ポコーンってやるっしょ。そしたらもうね、出来上がりさ。うん。まあ、こういう感じになりますよと。出来上がったらね、ちゃんとこうやってこう、ジッパーをね、こうかけられますよと。ね。で、あの、ジッパーもさ、あの、内と外でこう、ちゃんとありますよと。ね。うん、で、こう、まあ、テントの中からの風景ね。これ、あの、お兄さんのお家なんだけどね。あ、ちなみに、これ、傷ドライね。うん。で、これ、ちなみに、光 TV の箱ね。これ、あの、なんだっけ。あの、なんだ。NTT の、あれ。ああ、光回線の終端装置。うん。まあ、そんな感じかな。ね。で、これ、あの、窓の部分。ピッて剥ぐとさ、あの、メッシュが貼られてますよってね。うん、ここになんかこういうのがあるんだけど、これ何に使うんだろうなって思ったりしてね、なんか引っ掛けられる感じがするけども、うん、まあ、窓がね、三方についてるんでね、風向きに対してこうどのようにね、涼しさを取るか、量を取るかっていうのは、もう非常にそのいいと思います。んで、しまう動作はね、まあ、簡単にその引き離してね、ポンって入れて、ポンって詰めりゃ、もう全然これいいよ。ちなみにあのこの亀のねあのマットこれあの島村で買ってきました。これも島村です。お兄さん島村大好きです。まあいうわけでね、Amazon で、今ねこれねサンキュッパで売ってんですよ、うん、サンキュッパで売ってんだけどね、まあこの e スポーツさんっていうところいろんなそのネットショップの店舗持ってるっぽいんで、まあそれで買ってでもいいかもしんないね。ただこれはね、まあ、割とがっちりしてるし、で、あの片付けも素早いし、でね、畳んだ時のこいつの重さはだいたい2キロくらいかな、2.5、3キロはないと思う。うん。まあ重いかなって思うギリギリのその軽いかな重いかなっていうまあ、ギリギリのラインだよね。これね。うん。どうね。こんな部屋で広げられるっていうね、うん、お部屋の中にお部屋作っちゃうみたいなね、準備や片付けに時間をかけたくない方には最適な10秒簡単組み立て型、うん、確かに10秒くらいでいける。片付けもね割早いと思う。くるくる丸めるのは結構時間食うけどね、うん、あのちゃんとこうやりたいっていう場合はね。でもまあ乱雑にくるくる巻いてもちゃんとなると思います。サンシェード嬉しい UV カット。これね、でかいよ。UPF50 でかいよ。これ数値高ければ高いほどいいからね。うん。最メッシュ窓も。で、黄色っつうのはね、これよく青のテントとか売ってんじゃん。これ飯食うとかね、なったらば、青いその光をこう、透過して、なんていうのかね、弁当箱も青くなっちゃうからね。青い飯とか食いたくないでしょ。うん。まあ、黄色いいと思います。で、これと別の色で紫とかもあるみたいですけど、黄色がいいんじゃないかな。うん。メッシュ窓も3面についてない通気性も良く、正面入り口の部分のジッパーも閉じれば、簡易テントとしても十分活躍。うん。携帯電話、小物を入れるメッシュバッグ上部にはランタン専用服など、シェードの内部には使い勝手の良い機能を多数搭載。安心の92時間製品保証。ほう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 。うん。うん。まあ、そんなわけでね。アマゾンね、で、これお見せしましたけれども、商品名は ALSS の003ね。もし、このシーズン、どっか野外行くっていう人はね、これ4000くらいで買える、割としっかりしたもんなんで、もう全然いいと思うよ、これ。パッとね、広げて、で、帰る時間になって、ね、テントしまえないでさ、喧嘩してる、父ちゃんかんちゃんとかカップルを見ながらね、横目に、バッとやって、バッとやって、くるくるってやって、さあ帰るぞ。ねえ、かっこいいね。はい、撤収みたいなね。うん、おすすめです。
つうことで、まあ、今回ね、まあ、こういう形の動画になりましたけれども、これにて終了したいと思いますね。うん、で、これ買ってさ、失敗したっつクレーム、お兄さん、受け付けませんのでね、同情はしますけれども、ここね、接合部分結構力いるから、これ引き剥がすの。入れるときはまだいいと思う。しまうときにね、これ女の子だったら結構厳しいかもしれない。これテント自体を横に倒して、ふんってこう弓を引く動作すると、ズバンと行くんで、ズバンって行くのも手挟まないようにね、気をつけてくださいね。テントしまうんで指一本なくなっちまったっつったら、それはシャレになんないからね。なるべくその手挟まないように、この動くようなこの関節部分挟みそうなところ、これちゃんとね、開くときに確認して、やること。そうしないとさ、指挟んだりして無駄に怪我したりするから、ちゃんと稼働する部分をね、見た上でね、何も考えないであったら怪我するからね、何やるにしてもね。さ、そんなわけでね、優しいお兄さんのね、サンシェード ALSS003、うん、これ素晴らしいぞというのをね、ご紹介いたしましたね。みんなもね、今年の夏、今台風がね、うろちょろしてますけれども、海ね、海難事故やっぱ増えてきます、この時期ね。なんでそんなとこで溺れんのというのもあるでしょう。なんで海で遊ぶ、川で遊ぶ、プールで遊ぶ、これね、ようよう注意してくださいね。どんだけ筋肉隆々のさ、泳げるスポーツマンでもね、なんてことないとこで溺れたりすっから、なんで常に気をつけてね、自然っておっかないからね、人間が立ち向かえるもんじゃないから、気をつけてレジャーに楽しんで、いい思い出、たくさん作ってください。それでは、この辺で失礼したいと思います。優しいお兄さんでした。ありがとうございました。